ちは。ゆかのレスカンドフロです。どうしますか今日は。本日は、はい、パールハーバーというパールハーバー、はい、作っていただこうと思います。はい、聞いたことないですね。はい、ショートカクテルで、はい、レシピはメロンリキュール、メロンリキュール30ミリ、ウォッカ15ミリ、パイナップルジュース15ミリ、これはシェイクで、はいはい、美味しそうだね。そうですね、うん、だそんなに強くもないんじゃないですかね。意外とメロンリキュールがちょっと多めなんで。美味しそうだね。はい、30、15、15、はい、はい、じゃあパールハーバーね、作っていこうかな。はい、います。パールハーバー、はい、お待たせしました。パールハーバーです。パールハーバー、パールハーバー、はい、はい、すごい飲みやすいですね。ショートだけど、はい、ショートにしてはすごい飲みやすい。はい、度数多分20度くらいですね。パールハーバーとは太平洋戦争の効果を切った日本の奇襲攻撃の舞台となった真珠湾とらしいです。聞いてないですね。戦争の悲劇とは裏腹に、グラスの中はエメラルドグリーンの海のような美しさを伝えているそうです。全然聞いてないですね。洗い物しちゃってます。よろしくいいですか、今日も。今日の小話もらっていいですか。何ですか、戦争ですか。戦争じゃない。そんな重いテーマで話す。じゃ逆に、はい、その結構悲劇じゃん。悲しいことの方が多いじゃないですか、はい、最近の幸せだなと思った瞬間どうでしょう。ああ、やっぱなんか最近ですか、うん、幸せだな、実家に帰って、うん、本当にもう1年半ぐらい会ってない、うん、友達がいて、うん、その友達に久々に会って前に食った時にバーって思いましたね。幸せだなって思った。幸せだなって。ちょっと久々に会ったんですけど、やっぱり良かったですね。自分とは良かったですか。良かったです。以上です。すごいね、同じだね。同じですか。俺も友達というか、まあ、人とご飯を食べた時、はい、幸せですよね。幸せを感じた。わーってなりますよね、うん、なんか別にこうさ高いご飯とかじゃなくてもいい。普通のそうじゃん。普通のがいいんですよ。やっぱこうね、
誰って食べるかっていうのがとても大事なのかなというか、まあ、そうですね、昔のちょっと思い出をねあったりして幸せなひとときを過ごせました。ね、休みが多いので小学生の作文みたいになっちゃったね。